こんにちは、190です。ボークスレッドミラージュ IMS の100分の1スケールですね。かなりですね、進捗遅くなっておりましたけれども、やっと仮組がね、できましたので、動画でご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずここ脚部ですね、可動用か固定用かを選択してくださいということで、これがね一回組んじゃうともう元には戻せないということで、私は、固定用にしたいと思います。今回のこのキットはですね、インナーフレームですね、まず内部構造を作って、その上に外装パーツを貼り付けていくというような作りになっておりますので、まずはご覧のようにですね、内側のフレーム部分、ここを組んでいくんですけれども、実際ここはですね、もうじゃんじゃん接着していった方が早いんですが、何分私は小心者でしてですね、一回接着しちゃうと後が怖いなということで、時間はかかりますけれども、こうやって、マスキングテープとか、あと前回ご案内した、セメダインの BBX ですかね、入った仮止め用の接着剤を使って、組んでおります。こんなことやってるんでですね、ちょっと時間がかかったんですね。でこちらですね、マスキングテープだけで、2足で立たせるという、これ実際やってみると結構大変なんですよ、接着しないで。はい、ここからはですね、現物を見ながらですね、ちょっとおしゃべりしながら、進めていきたいと思いますが、ですね、こちらが前回ご案内したところですかね、腰部分ですね。もう一回おさらいしておきますと、ここですね。この中、ここ暗いな、見えるかな。ここですね、ここに真鍮線を打ってます。で真鍮線で、このスカートリアアーマーですか、ここ分かりますかね、ここに、ドリルで穴を開けてますね。ドリルってピンバイスですね、ピンバイスで穴を開けてます。でちょっと見えにくいですね。ここですね。ここ。で、固定するようになっています。こちらも同じですね。で、あと腰の部分は、これ、ただ、こう、上から、こうやってはめるだけの構造なんですね。テープが貼ってあるから汚いですね。で、雑な性格でしょ。ここですね。こんな感じですね。こうやって、一通りぐるっと外周をはめる形になっております。で、ここはですね、実際には接着はしないはずですね、最終的には。多少はこう稼働するようになるんじゃないかと思われます。で、こちらが、外装パーツですね。こんな感じではまりますね。で一応ですね、ここの部分の外装、白い部分に関しては、すでに表面は、軽く仕上げております。この上からですね、後で塗装をすると、もう少し、透明感が増してくるんじゃないかと思います。まあ、ここはね、前回までのおさらいですね。で今回はこの、ここですね、腰の部分から、ここは大腿部ですね。ここが骨盤の部分になりますね。はい。で、今回は私はこちらは、稼働しないような感じで固定式の方を選びましたので、こことですね、
膝の関節、関節、まあ具体、正確には関節ではないんですが、動かないのでね、可動にするとここが、可動式の関節のパーツになります。とここの大腿部のパーツも、変わります。当然ここの腰ね、ここね、ここも変わりますね。このボールジョイントになります。可動式だとこれは固定式なので、もうこの形ですね。でこう入れ込む形になってます。あ、ここはね、今借りて止めてますけれども、外してみましょうかね。はい、こうなります。こうですね。もうここも接着したっていいのかなとは思うんですけどね。一応塗装が終わってからここは接着しようかと思っております。とここは外しますね。そうですね、はい、これはもうすでに全部接着してます。最終的には塗り分けがいろいろ発生するので、ちょっとめんどくさいんですけれども、これをバラして塗装して後で接着の方がめんどくさそうだったんですね。要は塗装面に接着剤がくっついたりとか傷が入ったりしないようにまた工作しなきゃいけないなと思って、どちらの方が私にとってやりやすいのかなと、判断したところ、もう先に組んでしまって、で、マスキングで塗り分けの方が私にはやりやすいんじゃないかと思って、ここまで接着してます。でこれを、こちらね、大腿部ここにくっつけますね。で、また外、はい、一応外れないようにテーピングしときますね。はい、こうですね。で、ここに今度はこれが膝の部分になりますね。可動しない方の関節です。で、ここのですね、膝裏、ここがね、蛇腹になってるんですけれども。はい、ここですね。ここはね、パーティングラインが真ん中にがっつり入るんで、ここは綺麗に削り落としてます。で、左右のこれは、接着してますね。で、ここは前から見たところ、ここは膝のパーツがね、上から来ますんで、ね、最終的にこれがこう来るんで、見えなくなるんでね。ここは、別にパーティングラインはそのままに残してあります。裏側だけですね。膝の裏側だけ。で、これをここに、ね、こういう形になりますね。膝。ね。はい。で、ここもちょっと仮で留めておきます。ね、炭酸水を飲みながらやってるもんで、ちょっと、胸が苦しくなって言葉が詰まることがありますが、ちょっとそこはねご容赦ください。膝下ですね、こっちがすね側ですね、こちら側がふくらはぎ側になります。ちょっと拡大しましょうか。でこれももうすでにこの形で接着してます。ちょっとこれぐちゃぐちゃになって接着剤がこうはみ出したようになってますけど、これは例の剥がせる接着剤です。あの BBX ですね、セメダインのこれですね。なので、一見汚いですけど、これは綺麗に剥がれる接着剤ですね。後で、塗装するときにはここは綺麗にまた外します。で結構がっちり止まるでしょ。セメダインの BBX もしくはこれダイソーのやつですね。これでいいと思います。はい、でこれで接着してますので、前からと後ろからとで左右ですね、構造的にはそんな感じです。でこの羽がついてるという感じです。でここに固定式の膝ですので
差し込みますね。よっと、こうなります。ここは割としっかりくっついてますんで、このままにしておきますね。でここにですね、レーザーエンジンのカバー、こういうやつ、これがくっつくんですよ。ここですね。ただですね、これ見ていただくとこういうパーツなんですね。これじゃないや、こういうパーツ、これが3つ、ここふくらはぎのところにつくんですけれども、これね、左右合わせなんですよ。こういう型抜きじゃないんですね。左右で合わせて、ここの真ん中でがっつり接着 してありますので、これははめるときにですね、ここにこうはめるんですけどね、はめるときに結構無理にはめる必要がありますので、ここが割れる可能性がものすごくあります。こういうところは瞬間接着剤なんか使わないで、タミヤの白豚、これが一番いいです。これですね、溶接して、これでしっかり、プラを溶かして、がっつり貼り合わせて、で時間をかけてしっかり乾燥させる。その上で、無乳ですね、合わせ目消しをやって、で私の場合はこれ500番のカンサフ、これカンサフ、これを拭きながら、傷を埋めながらですね、合わせ目を消しています。近くで見ると傷がね、入ってるように見えますけど、これは傷の中に、サフが入り込んでるので、実際にはスルスルになってますね。こういう感じで仕上げてあります。でこれがここにこうカチャカチャとくっつくことになります。あまりはめたりね、外したりしてるとここが割れるのが嫌なので、これは片方側をねつけてますんで、こっちはちょっとパスします。はい、でここまでができました。次が足首ですね。一旦止めます。はい、続いて足首です。はい、ここまでできておりますが、ですね、この足首のここのジョイント、この部分ね、今刺してるところここなんですが、実はですね、これです。これが固定用の足首なんですが、残念ながらこのボールジョイントがここにですね、何歩やっても入りません。どうしても入らないんですよ。この中にですね、これまあちょっとテープで留めてるんですけどね、わかりますかね。中にポリキャップがあるんですね。ポリキャップにこのボールジョイントが、こうはまるんですよ。ただですね、なぜか知らないけどこれが全くもって入りませんので、足首のこの部品だけは、可動用のやつをはめてます。こっちだとすんなり入るんですよね。サクッとほらちゃんと動くんですよ。可動用だから当然か。本当はね、固定用はこっちをしなきゃいけないんですけどね。ただまあ、立たせるときにこのくらいの自由度があった方が、なんていうのかな、重心が取れやすくなるんじゃないかと、まあこれは結果オーライじゃないのかなというふうに思います。こういうことですね。なのでこれは余ります。で、ここで、ヒール、これがまだついてないんですけど、こっちがヒールになりますね。これもね、この白いところは、外装パーツそのままなんですね。でここはもう接着しなきゃいけないんですが、幸いですね、今のところ接着しなくてもガチッとこう止まってますんで、これで、仮止めできております。あとは、テーピングで仮止めですね。で、この辺ね、まだ全然処理が終わってないんですけどね、ここにここですね、こうですね、はい、こんな感じではまりますね。
これ結構ここでがっつりはまります。でこの状態で足首をここに差し込みますね。はい、色っぽいおみ足が出来上がりました。いかがでしょうか。でこれね、モタヘッドね、作ったことある方はもうご存知、当然ご存知だと思うんですが、正面から見ると、はい、ここね、足の底斜めになってます。これ足がこう垂直に立った状態だと足裏がこの角度になってますね。これはここに大腿部の、関節がありますので、足がこう傾くということはこれがこうなるということですね。左足ということになります。当然右側は、はい、こうなりますね。傾いてるの分かりますかね。ちょっと分かりにくいかな。こんな感じで、なので、これ作られるときは大腿部のこの関節の位置とここの、ヒールと足の裏のこの角度、ここに注意して取り付けを行ってください。ね、これがすねの部分の外装パーツなんですが、まあ、つけたりはめたり外したりちょっと面倒なんで、こっちをご覧ください。これは右側ですね。こういう感じになります。まあ、ざっくりですけど、ただですね、この足首のなんとかガード、アンクルガード、これがですね、厄介なんですよ。こっちでご説明しますね。はい、これね、コメントでね、事前に情報としてはいただいておったんですけれども、まあ、私もおそらくこういうことを、その方はね、教えていただいてるだろうなと、おっしゃってるんだろうなということは予測はしておったんですが、あえてね、動画で説明できるように、まあ、失敗することは分かってて、あえてやってます。ということかと言いますと、ここにですね、ポッチが、ラボがありますよね。で、これがどこに対応するかというと、ここですね。ここに対応するんですが、はめますよ。はい、こういうことです。わかりますか？よいしょ、こういうことです。裏から見た方がいいかな。このダボ位置を合わせると、ここね、ダボ位置を合わせるとこっちが浮く。で今度こっち合わせるとこっちが浮く。はい、こういうことです。これをどうするか、うまいことね、こうやってバランス取って真ん中で無理やりやるのかとなるとですね、これがまたね、左右でまたいろいろ違いが出てまして、こっち側は全く届かないということになるんですね。もうスカスカです、こっちは。でこれはどうするのかということですけれども、まあ方法としてはこっち側ね、ここを広げる、もしくはここのダボを伸ばす、で無理やりここにつけるか、もしくはここを一回切断して左右を詰めるか、まあそんなとこだと思うんですね、方法としては。で私が今考えておる方法は、もうこの人をここで一回切っちゃおうかと思ってます。で、ここのね、この面ね、ここの角度、ここを、少しこう削り込んで、この幅を詰めて、ね、ですね、ここを少し削り込んで左右を詰めて、で、ここの位置に合わせようかと思っております。はい、まあやってみないと分かんないですけどね。まあジュノンの足に比べれば簡単なもんだと思うんですけどね。元がしっかりしてますからね。左右が同じにできるのかなという問題もありますけどね。こんな感じになってますからね、うん、まあやってみようと思います。
ので、ちょっとここは時間がかかるかな、ね、こんな感じでダイソーがくっついてきますよね。はい、非常に分かりにくい画像ですみません。言ったこと分かりましたかね。要はこれがでかすぎるということですね、幅が。なのでここを削って幅を詰めるよということです。はい、これ足終わりです。腕です。腕はですね、ここちょっと外しましょうか。これ外装ですね、これもテープいらないんですけどね。これはね、3つのパーツが、合わさってますね。合わせ目ができてますんで、こちらね、これね、封入してるところです、まだ表面処理済んでませんので後でやりますね。でこれが肩アーマーがつく部分ですね。具体的に言うと、よいしょ、これね、こうなる部分です。わかりますか、肩の部分、ここに、腕が来ると。こうですね。こうなります。で、ここは別に何も特別難しかったところはないですけどね。1箇所だけかな。これですね。これですけどね、これがね、どうなるのかと言いますと、こっちを見ていただくといいのかな。この部分、この部分なんですけども。こういう構成になってまして、これがここにこう来るんです。で、ここに、あれ？ここにね、走行板がこう白いのが来るんですね。で、ここにですね、これがね、ここにこうまっすぐ入るんですけど、何も無加工の状態だとですね、この人がこの角度で収まってくれないんですね。こうしか入んないんですよ。なのでどういうことをしたかというと、後でやってるところの画像を上げますけどね、まずこの内側のバリをしっかり取って、これを両端を削り込んでやって、で初めてこれがここにこうまともな角度でくっつくということなので、まあここだけかな、肩アーマーでちょっと加工が必要だったのはね。加工してるところをちょっともう一回上げ直します。はい、こちらですね、内側のバリをですね、取っておるところです。ピントがちょっとずれてますね、申し訳ありませんね。ちっちゃい部品なんですけども、ここの内側の今白く見えてる部分、ここがバリですね、中央ですね。ここを、ヤスリを当てております。パーツ同士ちょっと組み合わせておるんですけれども、これでもですね、やっぱり、特定の角度までしか入りません。今ずれましたね。はい、こんな感じですね。これ強引にやっちゃうと発火して、突起が折れますんで、サイドをね、こうやって今400番のヤスリでサイドを詰めておるところですね。両面から削って都合のですね 0.5 ミリぐらい薄くなったのかな、そんなイメージですね。はい、どうでしょうかね、
稼働ができるようになりました。はい、ここが手首ですね。手首のアーマーがですね、手のひらね、何種類かありますよ。で、ここ、これがね、ここにくっつくんですけどね。どうもここがグラグラするんですよね。これもどうも私は個人的にはもうちょっと接着して止めたいんですけどね。最終的にまだ、決めてませんけど。で、これがこう外装パーツ。こんなことになるんですね。こうか。はい。腕のパーツですね。ここも別に何も特に加工はしてないです。そのまんま。そうですね。まあ若干のすり合わせはしてますけどね。ほぼほぼそのまんま接着で大丈夫です。で、これ外れるんですけども、塗装の時はもうはめたまんまやっちゃおうかとは思ってます。中にね、また養生するのめんどくさいんでね。こんな感じかな。はい、で、こうなるということですね。はい、これ外装はめるのめんどくさいんで、ちょっと。テープで留めときますね。手首をつけて。怖いですね。これこんなに細いんですよ、手首。ね、ぱっきりいっちゃったらおしまいですね。ん？向きはどうなんだ、これ。向きが逆だ。ははは。そうですね、これが内側になりますね。これが外側です。そしてここももうプランプランですね。こんな感じになりますね。で、ここに肩にくっつくと、こんな感じですね。ちょっと骨組みだけになりますけど、こうなります。左右つけときましょう。はい、どうすか、だいぶイメージ、ね、頭がちょっと怖いですけどね。大丈夫かな。外しといた方が無難なような気もするんですけどね。はい、こんな感じです。外装はもう外しました。で、全体のね、大まかなイメージだけでもね、お伝えできればと思いまして、今関心下の方から順番に組んでるんですけども、大きすぎてですね、画角に入んないですね。これは100分の1ってこんな大きかったっけか。ジュノンよりだいぶ大きい気がするな。かっこいいな。これだけで十分。はい、よいしょ。しましたね。ちょっと、おっと、危ない。またやるとこだった。つま先が。つま先がですな。これじゃあ立たないですな。どうな。はい、これはね、やっぱりね、つま先はね、とりあえずこの人つけた方が良さそうです。足先だけは。
しょうか。ちょっとね、とりあえず立たせました。こんな感じですね。はい。で、まだね、細かいところ、表面処理が終わってないところもありますんで、そこを処理をしながら、ね、外装パーツもちゃんと仕上げてですね。で、一回サフ拭いて傷チェックして、そこからまた塗装に入っていこうかと思いますが、まだちょっと下地処理がまだ時間かかりそうですね。塗装はまだ先になりそうですね。はい、ということで、最後にいつも通りに回ってもらいます。まああくまでもまだ仮組みの状態ですけれども、まあどうでしょうかね、もう一度バラしてまた、塗装の準備をしなきゃいけないんですけれども、どうしたもんでしょうかね。これが冗談はこのぐらいにしまして、一応ですね、仮組みが出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はここまでです。次回はですね、表面処理ね、いっぱいまだ残ってますんで、外装パーツ、やっつけて、塗装のですね、下準備までは、進めたいなと思っております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタン、悪いねボタン、あとコメントよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それからサブチャンネルで、猫動画、始めましたので、よかったらそちらの方もご覧ください。190でした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。